金沢忠夫10月21日から2003年9月12日は日本の政治家、元山形市長、東北芸術工科大学名誉学長、山形県南沼原村生まれ、柏倉門伝青年学校卒業、戦後の農民運動に身を投じ、南沼原村に農業共同組合を設立するため奔走、初代組合長に就任した。また一時期、 共産党に身を置いたこともあった。1951年、社会党に参加し、山形県議会議員選挙に出馬。初当選を果たす。任期中には、県本部書記長を務めた。4期目の半ばとなる1966年の山形市長選挙に出馬し当選。以後、7期28年の長期にわたり、山形市長を務めた。 市長在任中は、文教行政に力を入れ公民間整備に取り組み、ミニ講座を奨励した。また、山形市政100周年の記念事業の一環として開催した山形国際ドキュメンタリー映画祭は、その後国際的に高い評価を得るまで成長した。それ以外にも1992年には、全国初の公設民営であり、県下2番目の4年生大学となる。 東北芸術工科大学の開学にこぎつけ、初代理事長を務めた。さらには1991年には山形自動車道、村田山形北インターチェンジの開通。翌年には山形新幹線の開通など、インフラストラクチャー整備にも尽力した。その一方で、28年にも及ぶ長期政権の歪みも指摘され、1980年代、 後半の北座王開発では、自然保護か開発かの間で対応が揺れたほか、出身地域に対して巧妙に利益誘導をしているとの指摘もされた。このほか山形の狩猟と言われた、服部幸男山形新聞社社長に対しては、板垣誠一郎知事と共に追従する姿勢を、服部知事、板垣総務部長、金沢署務課長などと揶揄された。 1986年、1990年の2度の山形市長選では、後に市長に就任する吉村和夫との激戦を生死に受け切った。その吉村旧姓による葬儀の最中、入院中の山形市立病院再生館で2003年9月12日、心不全のため83歳で逝去した。長男として山形県県議会議員を務める金沢忠和がいる。 47ニュース金沢忠雄氏市本山形市長、共同通信2003年9月12日、94年秋の、除訓君3等以上及び、在外法人、外国人の受賞者、読売新聞1994年11月3日、長官、ありがとうございます。